皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2020年のですね、うん、年が明けて、明けて初めてのお客様、後藤さんでございます。後藤です。はい。よろしくお願いします。何度か、お見受けした方もいらっしゃると思いますけど、大の広島東洋カープファンでございます。単なるおじさんです。後藤さん、はい、今年の広島はどうでしょう。ただね、はい、ちょっと今年ね、はい、巨人がすごいと思うんですよ。あ、そうですか。だって元木がヘッドコーチすごいでしょ。山口抜けたのは大丈夫ですか。あ、関係ないですよ。あ、そうですか。東郷伸びるから。なるほど。宮崎の子ですよね。はい、あと桑原が、はい、その中高までずっとサイドスローをやってて、はい、でも大学になって無理くりなんかオーバースローにさせられたのかな、はい、またサイドスローに持って、そうですよね。こっちは桑原がやるで、しっかりなんかしっくりいってるってらしい、はい、それがね、どうもね、はい、カープから見たら不気味ですよ。後藤さん、僕にいつも、はい、野球の情報のメールを送ります。はい、大変野球、今年もあと1ヶ月でキャンプが始まりますので楽しみですね。いいや、はい、今年もよろしくお願いいたします。後藤さんでした。よろしくお願いします。はい、失礼します。2020年の2組目野球の後輩です。どうも後輩の後輩です。水島真嗣先生のチームでね、一緒に野球やってました。6番バッターヒロです。当時はね、女子大生いろいろちょっと紹介していただいて、ちょっと鈴木もその当時は美味しい思いをしたっていうねその説ありがとうございました。いえいえ、はい、最近はそちらの方は活発に、ご無沙汰で、あ、ご無沙汰らしいですはい、はいはい、ということで、久しぶりに来ていただいて2020年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。後輩くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんてあ、です。現場から以上です。はい、現場の鈴木です。代々木から無事帰還しました。こちら二人、今年は遅かったね。今年ね、遅かったですね。今年はね、今年遅かったですよ、ね、ちょっと時間かかっちゃいましたなんかね、アンコールが2回あったんだって。それで結構朝方になってしまいました。ということで、畑さんと松潤の大好きな焼酎飲みながら、こっち、あ、映んねえかな。北海の幸をつまみにグイーン飲んでまーす。はい、さよなら。年始は2人とも結構暇みたいで、パチスロ行くみたいです。現場から以上です。2020年の始まりでした。いえいえ、にゃんすけー、にゃんすけー、あー、来た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 、はい、来たよー、来た来た来た、おい、おはよう、明けましておめでとうございます。にゃんすけー、お、黒も来た、よいしょ。では今日はにゃんすけお年玉、新年のにゃんすけ、明けましておめでとう、お年玉です。今日のはどうだ、銀のスプーンだぞ。美味しいか。ちょっとにゃんすけ、黒にもあげてもいい。黒、はい、明けましておめでとう。はい、すげえ、銀のスプーンの威力。よっしゃ、はい、黒、はい、よっしゃ。今年はどんな一年になりそうですか。すげえ、すごいぞ、大人気。これ初めてだもんな、銀のスプーンな。2020年もよろしく頼むぜ、長生きしろよ。ちょっとにゃんすけ、にゃんすけ、もうちょっとお前可愛い顔して、可愛い顔して食べなさいよ、ちょっと。うん？はい。現場からは以上です。